山本信春、山本信春、山本戦時、1889年、明治22年5月28日から1929年、昭和4年3月5日は、日本の戦前の政治家、生物学者、京都府出身。山本信春を略して、山戦と呼ぶこともある。1889年、京都府京都市の新京極で、花かんざし屋のワンプライスショップ。 今でいうアクセサリー店を営む山本亀松、他年の一人息子として生まれた。両親は熱心なクリスチャンだった。信春の名は宣教師の、千日なんだ。信春は厳粛な野祖教主義のもとに訓導された。1901年、神戸中学校に入学したが、身体虚弱のため渋滞した。両親が彼の養育のために建てた宇治河藩の別荘、後に料理旅館、 花や四季浮船に発展で花作りをして育った。園芸家を志して1906年、大熊茂の部庭へ住み込み園芸修行を行う。1907年からカナダのバンクーバーに渡る。5年間、皿洗い、コック、園庭、酒取り漁夫、列車休児、伐木妊婦、旅館のウェイター等34種の職業を転々として、傍ら、小学校、 中学校に通う。1911年父が病気のため急遽帰国する。この間に、共産党宣言、主の起源、進化論などを学び、人道主義者やキリスト教社会主義者と交流を深めた。1912年、同志社普通部4年に入学する。1914年、丸上千代と結婚し、長男英治が誕生。1917年、 28歳の時に、第三高等学校、第二部を鶴へを卒業し、東京帝国大学理学部動物学科に入学する。1920年、同大学を卒業した。論文は、イモリの生死発達、理学士の称号を得た。大学を卒業して直ちに京都に帰り、京都帝国大学大学院に入学、染色体の研究に着手する。 片原同志社大学講師として人生生物学、性教育を講ず。1921年、京都帝国大学医学部講師として大津林校実験所に通う。1922年3月、訪日していたアメリカの三次制限運動家マーガレット・サンガーと意見を交換して熱心な三次制限研究家となる。サンガーに啓発された山本は、 性教育系猛課の普及と三次制限の必要性を痛感し、安倍磯や、議定の安田徳太郎と共に三次制限運動。山本自身は三次調節の語を使ったを展開していく。同年4月、サンガーの著書を山賀女子家族制限法批判のタイトルで小冊子に翻訳し発行。同年12月、来日していたアインシュタインを安田徳太郎と訪問し、 翻訳していたゲオルグニコライの戦争の生物学の序文の執筆を依頼している。1923年、京都帝国大学理学部講師となる。各地において、性教育、三次制限の講演を行う。三次制限運動で知り合った、三戸村次郎、靴見久子夫妻と共に、大阪三次制限研究会を設立。山本は彼らを通じて、 左翼系の社会運動との関わりを強めていった。1924年1月、西尾末広などが設立した大阪労働学校の講師に就任。同年3月には京都労働学校の校長に就任する。しかし、同年5月、鳥取で3次制限の講演を行った際、その内容を警察官に激怒され、この出来事が新聞に載ってしまう。 これが原因で、山本は、京都帝国大学を追放された。同年6月、大山イクオラにより設立された、政治研究会の京都支部設立に参加す。同年に、既存の三次制限の理論とは違うアプローチをした。三、地語調節評論。あとに、生と社会と解題。別名バースコントロール、三次調節評論を出版する。1925年、 京都学連事件のため12月家宅捜査を受ける。1926年、同志社大学を辞めさせられた。同年3月、京都地方全国無産党規制同盟に参加する。同年5月、労働農民党、労農党刑事支部に参加。同年6月、京都で尾崎葬儀が起こりこれを指導する。同年10月、 議会解散請願運動全国代表に就任する。ここから山本は全国的に有名になる。1927年5月、普通選挙を前にした衆議院京都5区の補欠選挙に労農党から立候補要請を受ける。当初は病気を理由に誇示していたが、水谷調査部郎にまだ非選挙権がなかったことや共産党の要請もあり、 労働党公認で立候補した。489票で落選したが、当選は立憲政友会の樽見慎太郎4843票、制限選挙であり、この時点で有権者であった中3階級以上と対立する政策を掲げたことを考えれば前線と言えた。同年8月、父、亀松が死去し、花屋敷浮き船園の主人になる。 同年12月、労農党京都府連合会委員長に就任する。翌1928年の第1回普通選挙、第16回衆議院議員総選挙に、京都2区から立候補し、14,412票で当選した。労農党からは、水谷長三郎と二人の当選したが、山本は共産党推薦。当時は非合法のため、非公式候補であり、 反共主義者の水谷とは一線を画した。同年3.15事件では事件を事前に察知していた谷口善太郎からの忠告を受け共産党関連の書類をすべて処分していたため事なきを得る。しかしこの頃から山本への右翼による攻撃が始まる。第55.56改定国議会では治安一法改正に反対した。 1929年3月5日、衆議院で反対討論を行う予定だったが、与党立憲政友会の同義により強行採決され、討論できないまま可決された。その夜、右翼団体である七尾義山の黒田康久に日殺された。死後、日本共産党員に加えられた。なお、母のためも戦後共産党に入党している。 子は男三人女二人いたが、遺族は第二次世界大戦敗戦まで警察の干渉に悩まされた。母費についてはこれは墓ではなく記念碑であるとして記念碑混流の手続きをさせ、数年間許可を出そうとしなかった。碑文、人物像参照についても文句をつけられ、セメントで塗りつぶすよう命じられた。また、長男は参考と早稲田を受験したが、 自分の信念を突進んで、大衆のために死んだ。父を尊敬していると面接で述べたところ、いずれも落とされてしまった。その後関西学院に入学した。秘文は塗りつぶされては、何者かに剥がされる繰り返しだった。敗戦後の1945年12月、戦後最初の追悼母前祭で、セメントが取り外され、名実ともに復旧した。なお、母妃の、花屋敷。 山本家の墓を記号したのは、宮廷家人、諸家の番正臣である。坂は、思想的には、山本と対照的な立場であったが、母の他年が若で坂に指示した行きさつによる。帝国議会での治安維持法改悪反対を訴える。実に、今や、階級的立場を守る者はただ一人だ。山千一人古類を守る。だが僕は、寂しくない。背後には、 多くの大衆が支持しているから背後に多数の同志がとするものもあるという全国の民組合大会での演説の一節はあまりにも有名で彼の悲鳴でもある。この言葉は大山イクの筆で山本信春の墓に刻まれ、その拓本は国会内の日本共産党事務所に飾ってある。ただし文字通りに治安維持法改正に反対したものが山本和人だけという意味ではない。 当時の帝国議会では反対派は少数派であるけれども無産階級の代表として反対するというほどの意味である。この墓悲鳴の元となった全国農民組合第2回大会での演説については卑怯者さらばされ我らは赤旗守るであります。だが私は寂しくない、いか略であり、山線とかこれを守るなどとは絶対言わなかったという証言もある。 西尾二郎兵、矢沢補編、増歩改定版日本の革命化1985年2月、20増歩改定版発行、一斉者244から245ページ、西尾二郎平の証言、西尾二郎兵は当日の大会初期をしていた記憶によるとしている。彼の生涯を描いた映画、武器なき問い、山本札夫監督がある。 西口勝美による彼の評伝、山線を映画化したもので、総評が中心となってその映画化に奔走し、勤労者などからの寒波によって映画化がなった。1960年の公開である。当時三次制限運動の支持者の中には、優勢学をその根拠に置き、人間の遺伝形質の改良を訴える者が少なく、なかった中で、種馬、種牛のように人を、 三次の機会とみなしているという性格を正面化、批判した数少ない科学者であった。また、大正時代に、クリア川博村が主張した、恋愛史上主義に対し疑問を呈してもいる。性教育啓発家としての立場から、当時、主因などと呼ばれ癒しむべき行為とされてきたオナニーの、有害性を否定した。小倉聖三郎と共に、オナニーの訳語を、 G という言葉に置き換えることを少子普及させた。京都府京都市、宇治市、生科学者であり、小林滝二の遺体を検視し、戦後、日本の歴史、生の歴史など、ベストセラーを表した、医師、安田徳太郎は、山本信春の重邸にあたる。キスカ島撤退作戦で、囲碁第七潜水艦に登場して戦死した、潜水隊司令玉木留次郎大佐は母。 山本多年の妹の娘の夫にあたり、玉木は休暇の際は山本の書斎で一緒にくつろぐなど、山本の左翼活動とは関係なく、親類とは良好な付き合いが続いていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。